追放魔術師のその後新天地で始めるスローライフ、星2。主人公は異世界転生した魔法使いの社畜。この社畜というのは前世で社畜であったではなく異世界転生先で社畜の扱いを受けているという設定。理由は大魔貴族と呼ばれる魔法を使える奴らは、魔の森の近くで永遠に奴隷のような条件で魔物を借り続けなければならないみたいな設定であり、しかも呪いで40歳でガメをベラするという感じ。ここから、なんやかんやあって貴族の王女との婚約が決まったみたいな流れから、主人公の生みの親がクズだという設定を踏まえた後に、実は主人公の婚約者になった王女にはチャラ男という恋人がいて主人公は見事に当て馬にさせられて、結果、運よく大魔貴族という社畜をクビになることに成功する。そこから、なんやかんやあって規模の大きいかりん島みたいな森に住むご姉妹の見た目はいいが性格ブスのヒロインたちの労働力としてチートをするという漫画。この漫画はヒロインの性格設定がこの手の漫画を読む人族にとって不快になる性格設定しており大変チャレンジングです。一応デレ化しますし、主人公を放逐したクズたちやその国家はお約束通りザマーしますし、ヒロインたちもデレたりはするのですが、いかんせんランマ2分の1の茜にクズ要素を足したような感じの性格設定しており、2020年の時代のヒロインとしてはチャレンジングです。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。